帰ってきたし、何白書これでゲットナイス。威力が高く照準を合わせやすいが引き絞る時間が長い。いいよ。へえ、すげえ。困っとってん、かぶとかぶってるやつ。マジか。やるやん。いや、もう行ったれ。日の後はあるけど。ああ、これ。見張り台やろうな。一回超級使ってみるか。えぐ。ドバーン飛んでたよ。縦兵じゃないな。で、頭にあれをしているということは高級の使いどころ損。これで終わりやろ。ああ、ボスか。おい、待て待て待て、刀納めとったやろ。画面が。ん、まだおる。旧兵が勝てる思うなよ。よし。なんだここ。あ、これ。あ、人おったん、ごめん。すまん。おらへん前で思て。お？もし、やる気満々。あなたもアザモ勢のご加勢に。聞いたことがない。百姓と領主が猛虎と戦うために結託したのです。へえ。私は稽古を任されました。それは勇ましいな。稽古の守備はいかに。それが時を過ぎても誰も現れず。探しに参ろうかと。あかんよ。どこいたす。なんていうか、でも対馬のため。もどかしません。対馬のためにかな。城が近くの百姓の家にあります。ほう。野営の場所を確認しましょう。ハチも馬も扱えるではないか。うん。私の村は幾度となく海賊どもに襲われ、父も母も殺されてしまいました。ああ。身を守る術はそれから苦労して磨いたこの剣の腕。
役に立つと言うのですか。我流の武士というか。もったいないお言葉です。あれは火事か。あの家から。うん、お水？おおおおお。お水などではなかった。猛虎だ。やべ、間違えたよ。どうやったっけ？こうや。どうしよう、どうしよう。ナイス。一瞬見たな、お前。私が会うはずであったものです。あら。ここを襲うなら、もうこは野営も探し当てるぞ。もっと早く来ていれば。まだ救える命はある。助けに行かなくては。お急ぎください。待て。ちょっと待って。ノブ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 。早い早い。一人で行ったら死んでまえろに。遅かった。ああ。救えぬ者もいる。ならば敵を撃つまで。戦の前は心を静めろ。待て。もう気持ちはわかるけど、戦闘機をやめような。任せろ、俺はアシストに入る。てかこの人数無理やろ、お前一人で。お前一番苦手。お前邪魔すんな、バカ。ぶち殺すぞ。倒れた。ちょ、うるさい。よし。カウンターむずいな。闇討ち出とったのにな。あは、はい、はいはい、じゃあ分かりましたよ。うん、女は弟。やりました。一回倒れと助けて言ってたやろ。腕はあるが、焦りは禁物と申したであろう。あなたは腹が立たないのですか。武士の刀は己を映す鏡だ。怒りに飲まれれば切れ味も鈍る。なるほど。故郷に戻り、
心の許し方を学びます。それでよ。だが戒めを忘れず抗い続ける。そういたします。うん、精進せよ。こんにちは。変わったことはない。あ、まずはお茶でもいかがでしょう。茶？アザモの菊は良い酒を作ると聞いたな。まあまあ、こちらへ。うん？酒の味。今やったらわかるけどな。なんで閉めんねん。開けとけ。外では本心を言えなくて、猛虎に聞かれると思って。もうこおらんや。ここにも猛虎。おかげで樽はすっからかん。味はわかるようだな。お主の酒は島の誉れだ。やつらの酒なんて馬の小便ですから。馬の乳と聞いたが。それが酒だなんて。やつらはいつまで。じきに。俺に任せろ。お主は隠れてやる感じ。なんで閉めるんだから。壊すで。奇襲する場所を探さねば。みんな集まりな。蔵の裏に隠れるんだ。顔出すんじゃないよ。ここにいるお侍さんが猛虎と話をつけてくれる。話をつけるというか、決着をつけるというか。まだ来る。 OK。 忍法。分かる前。なーに？連殺したかったけど、前は。あっちゃった。お前にわかるかな。バレとるか。で、バレとった。お前ボケこら。天中。続々と来てる。旧兵は邪魔。また旧兵か。
九兵許すまじ。よし。よし。お見事でございます。せやろ。はいはい。じきに仲間を探しに猛虎が来るぞ。お守りください。酒ならいくらでもお出しします。お代も取りませんので。ひとまず逃れた方がいい。有明の小金寺へ行け。かくまってくれるはずだ。かしこまりました。ただ酒ほどうまいもんないからな。すーげえ綺麗。夕方か。どことなくもののけ感あるね。こんなんなかったっけ？走れ、ノブ！加減はせんぞ！お前ら言いすぎな。総兵か、あいつは。お、なんか違う。おお、やるやんけ、お前。初めて見たタイプのやつだった。めっちゃおるやんけ。なんか武器立派やし。何やお前、すごいな。ちょっと強いやつやったわお前ら。知らへ。あろう。面白い話を知っておるよ。いくら桃戸瀬の昔か、長尾忠頼公、音に聞こゆる弓取りなり、さとき飛車にて矢先外れず、弓矢八幡の覚え意図めでたく、弓取りに鎧を賜る。軽けれど敵ことこの上なし。殺しも海賊浜辺の村を略奪し、あざも浦の民を皆殺しにせんとす。民は皆走り散れど、忠頼公八幡の鎧をつけ一人で立ち向かう。海賊ども使用するに、忠頼公を引き固め矢を放てば、およそい殺し、残りし者の刀も鎧を通らず。幾年の後、忠頼公往生のほど、八幡の鎧も消えうせっけり。人の曰く、忠頼公の末裔なる者これを持ち、ただ対馬を守る強者の尋ね来るを待つ。
ほう、紫の冠という紫忠頼公の言い伝えの中に残されています。あ、ね、そこは阿座もの北にあり、紫の菊が先になれ、忠頼公もよく参られたとか。土地かいや、鎧かもだやんけ。ちょっと喜んだ。猛虎を倒すためならば手段は問わねえ。良い鎧なら手に入れたいものだ。比類なき鎧にございます。そして紫の冠で今も眠っているはず。なるほど、これやろ紫。で、上か。ほう、鎧があるはず。ないで。あれか、あの何もないところや多分。来たことあるわ、あの誰もおらんかったやつや。あの違うかな。やっぱりせや。あ、ただよりの身より。あれ、治ってる。俺ここ壊して入ったはずやで。こんな感じで、修復されてる。時は経ち流れ沈み、ただよりはよすき心もと夢しかばあまたを描く。ほう、紫の冠と同じ頃耐えてもない。長尾家の家紋は、ただよりの一族。ここで何をしている？帰る？即刻立ち去れ。争う気はない。我が名は酒井仁、志村殿の甥だ。嘘をつくな、盗人め。覚悟するがよい。え？えらい恰幅良くない？鎧でそう見えるね。殺したくはない。諦めろ。あぶねえ。忠頼様の墓所を土足で荒らすとは不届き千万。忠頼様の墓所を汚しおって。くそ、遅れたか。ここいけいけ、おら、敵は同胞にあらず、猛虎だ。薄汚い盗人風情め。
何やその構え。あっぶねお前。負けてなるものか。立ち泥棒がよく戦うな。ここ。起きるな。よし。何とぞお待ちを。え？我が名は楓。忠頼様の末裔です。自分から仕掛けてきたのに。殺されたと聞き、敵は墓原しかと。賊ではないな。ご先祖の鎧を探してる。あなたにお譲りできれば良いのですが、鎧は行方知れずで。探す手立てはないのか。古い書にこんな一文があります。忠頼公はアザモーラの永遠に見守ると。鎧の隠し場所を示しているのでしょう。鎧は千里眼を授けると言われています。へえ。忠頼様のようにか弱き民のためお使いください。千里眼。